おうち時間ってね、言うて、まあ、お家で、まあ、基本的には飲んだくれてるわけやけども。飲むの、普通のある種やんけ。やっぱり、ロシアの女のについていろいろ思い出したねんけど、サイコパスなんちゃうかなって思ったねん。やめてくれる？それ、私のイメージが。サイコパスなのか何か、なんていうの？それサイコパスって単語が合ってないかもわからへんけど。クレイジー？クレイジー。俺もう、俺もしかしたら、ホモになったきっかけなんかもわからへんなって思うような出来事があるんやけど。あ、そういうこと？ロシアで、子供の頃。ちょっとそれ実感してほしいかな。小学生とかの頃に、ロシアってダーチャって言って各家に別荘があるの。で、別荘って言ってもそんな大されたもんじゃなくて、まあ、普通にあの自給自足ができるようなところ、ね、そうそう、まあ、国土が広いから、国からこう国民に土地が与えられてて、何かあった時のためにいつでもな、なんかこう生きていけるように自分たちでじゃがいもでも育ててくださいねみたいな。で、まあ、結構お家をみんな自分たちで建ててやってるんだけど、あそこトイレが通ってなくて汚いトイレのパターンもあるやんか。あ、うちのトイレはボットンベンチやった。そうそう、でそれもそう、うちじゃなかったんだけど、そのロシアでできた女の子の友達すごい仲良くて、お人形遊びしたりとかいつもやってたんだけど。お人形遊びしてたの？やってた。なんかスーザンとか名前つけて、スーザンの髪の毛をこうやって溶かしたりして、スーザンの彼氏誰にするとか、なんかそんなんで楽しそうやな、やってたんだけど、まあ、ある日なんか外でな、なんか あとなんかその建てた小屋が建ってたから、そこにいっぱいあのなんかこうミベリーみたいなやつを潰して、ほんでなすりつけて殺人の家みたいにしようって、めちゃくちゃ怒られたねんけど、それ後でやば汚くなったって、まあ、そのぐらいすごく仲良くしてたねんけど、トイレ行きたいな、トイレ行きたいなって、でももう止めんじゃから無理やな、怖いなって、なんか外にほんまに立ってんねん、外にこうピャーって急に、あの畑の真ん中ぐらいにポンって立ってて、そうそう、畑があって、うちのところも畑をまたいでから、そう、またいでとか、まだ通ってからじゃないとたどり着けない。もう信じられへんような汚さやね。もう下見たらもうなんか、うん、なんかバケツにいっぱい下痢みたいなものが大量に、まあ、ボットンだからね、ボットンだからで、灰とかがビヤーってなってて、俺もう、なんだろう、ここのこう穴開いてるやんか、で、ここ、ふわーみたいな、うん、このボットン、なんバケツやねん、もうボットン便所っていうか、もうバケツやねん、うわやだな、怖いなみたいな、ハエも飛んでるし、でももうどうしてもおしっこしたいし、で、うん、あ、うんこやったかな、その時お腹痛いし、あの、あーもうやだなって思って、こう、うんこして、で、あーもう最悪って思いながら、まあ、トイレットペーパーで拭いて、ほんで、パッてトイレの中を見たら、怖っ。トイレの中見るやん、うんこあるやん。で、そのうんこのバケツの横に、ロシアの友達の女の子が、見ちゃったって言ったんだ。恐ろしくない、もうなんかそのボットン便所のバケツのこの取り出し口みたいなところを開けて見よう、マジ言ってへんって言ったよ、それが。俺それ以外ロシアの女が怖くて、もう初めてロシアの女に恐怖を覚えた瞬間、もうなんか恐ろしかったね、俺の中では。ほんまに聞いてた、恐ろしい、おしゃっくりが入った、自分がうんこしたのをやつは見たんだって思って、そのなかなかないやん、人間がさ、うんこする、その間のなんかその穴からうんこが出てくる様を見ることってないやんか。もう俺はそれが恐ろしくて恐ろしくて、あー、もうしゃっくりが入ったんだけど、もうそれ以来、多分それが原因やと思う、私がこうお釜になった理由って。もう恐ろしかったわ、怖い、まあ、あ、おしゃくりが始まった、怖すぎて、もう子供の時でもいろんなそういうのがあったよね。あった、多分腐るほどあったよ。私もう超恥ずかしい話大量にあるよ。めっちゃある、めっちゃ恥ずかしい。え、じゃあもうめちゃめちゃ恥ずかしい話をするわ。一個、お前もせえよ。行くで。今してまん？うん。そうやで。行くで。なんか小さかった時に、お昼寝させられるねんけど、田舎とかで。なんか学校って12時ぐらいに終わるやんか。うん、で、12時終わって家に帰って、1時になんか、1時間でもいいけど、昼寝しないとあかんみたいな感じやったん、うん。で、おばさんが怖すぎて、うちの家の。
もう超ブチ切れるわけよ。なんか例えば昼寝するぞっつって言われた時に、なんかトイレ行きたいとかってなるやんか、うん、そしたらわざと寝ないためにおしっこしたいとか言ってんやろっつってめっちゃ怒ってきたのよでもうそれがさ、なんか言うのがもう怖くて、もう恐怖になってきて、うん、で、なんか昼寝せっつって言われて、もうベッドに行けっつってベッドに行った時に、だからさ、昼寝すごい強要するおばちゃんおるよな。そう、なんかあれなんでそんなすごかったんかわからんけど、その時にいとこ二人でいて、で、いとこ二人で、なんか女の子ね、うん、なんか寝るってなった時にめっちゃしっこしたいってなって、で、彼女もめっちゃしっこしたいってなって、でもなんかロシアの窓ってさ、二重みたいな感じでこう寒いからな、なんか寒いから二重になってるやんか、開けられへんねん、そんな簡単に子供やから。え、それ何、窓の外にもしようと思ったのもうさ、あかんやろ、もう我慢できひんってなってたから窓開けて、あの、なんていうの、なんかいろんな作物を育ててる方向にもうキャスこう突き出してやろうと思ってたねえ、うんこ、いや、おしっこ。あ、そういうことか、女の子やからこう、そうできひん、ちょっと待って俺、てっきりこう、もうこうやってやるんかと思ったら、もう窓があったらもうこうやってやろうとしたんや、もうおもろいな、もうやな、もう突き出してでやろうと思ってて、あーもう我慢できないってほんまになってきて、うん、もうマジで、でもおばあさんに言ったらもうマジでお尻ペンペンされるレベルやったから、お尻ペンペンは恐ろしいんやな、もうめっちゃ怖かったね、お尻もバーンってやられるから、うん、あーもうしたい、あーもうやばいってなってる時に、あのなんかいとこが大丈夫あのカーペットあるやんか、ベッドの横にカーペットにちょっとだけすれば顔置くからバレへんバレ臭いからお前それ女の子のいとこ、女の子のいとこそんなバレるやんっつって、あー騙したいっていとこがさ、大丈夫っつって座ってさちょっとジャーってしたの。あ、いとこもやった、あそこに。いや、いとこがやった。あ、いとこがやった、まずね、で、私は、あ、我慢できへんってなってんねんけど、お前ら最低いとこは、もう怖いからな、おばさんにボコボコされるかもしれへんからさ、トイレなんか言ったら、うん、で、ちょっとだけピーってして、あ、楽になったとか言ってんの、ちょっとだけすれば楽になるからみたいな、うん、で、こっちはもう我慢できへんからさ、あのカーペットの上に座って、じゃあ私もちょっとだけするわってやろうとしたらさ、止まれへん止まれへんだから、もうちょっとだけじゃ無理みたいなもうあふれ出てまうみたいな、カーペットから止めようとしてんのに止まれへんで、その後もジャンプしちゃってさ、で、いとこは止めろ止めろって言って、止まれってやっちゃって、全部で、その後寝ちゃったんだけど、あとで、すっげえおじさんの部屋やったから、おじさんにお尻ペンペンされたお前らふざけてんのかっつってもうやばい大丈夫、もうあれちゃんしゃっくりが始まったんで、この辺で動画止めさせていただきます。ちょっと待って、ま、たしゃっくりがまた始まっちゃったんだけど落ち着いた落ち着かねえよ、あれちゃん笑うとしゃっくり出るんやな、笑いすぎるとしゃっくり出る、かわいいな、あのしゃっくり出た時ロシアではな、これお水あるやろ、知ってる、こういうふうに飲むんやろ、え、なちゃうねん、俺が知ってるやつはな、こう飲んで、今度こう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 、なんか十の字に飲むねん、バカじゃん、てかレモンある、レモン、うわー、ほら止まったやろ、多分びっくりさすと、あとなんか止まるって言うからな、レモンある、ないよね、なんで俺レモンあんねんしゃっくりまだ止まらへんのしゃっくり、そんな、ネギキム、ネギのキムチ食べたやん、ネギの、ネギのキムチ結構刺激的やん、腹筋したら腹筋ね、ここのやっぱ甲殻膜の痙攣らしいね、なんか、あ、あった、でもこれ止まんない、なんか多分痙攣のやつをその挟んでやられて一発、だからショットで飲んで一発、あ、そうなんや、レモン汁をじゃ飲めばいいね、一発レモン汁飲んだらすぐ座りな、うん